埼玉180センチ淡水魚屋外設置水槽、あれだけいた魚たちは今これぐらいになってしまいました。だいぶね、大きな魚たちに小さい魚が食べられて減っていったのもあるんですが、一時ね、白癬病なのかな、水カビ病なのか、ちょっとはっきり分かんないんですけども、一気にね伝染して元気のない個体がもう連日バタバタ死んでいきましてね、今はね何ともない元気な魚たちだけが残ったという状態になっております。あれだけね病気がいっぱいいたのにね、やっぱ生き残った魚は強いんですね。全く綺麗な状態ですね。みんな死んでいった魚はね、もうひどいありさまでしたね。もう真っ白な、まあ任せてね、治療はしないで餌だけ与えていたんですが、水替えと餌やりでなんとか強い個体だけ残ったという感じですね。さすがに鯉は強い。こんな感じです。だいぶすっきりしましたね。